大学院在籍中に株式会社リペリアを創業しまして、エンジニアとしてでも自分の力発揮できる場所あるのかなというふうに模索していたので、どうやったら入れましたか？ベンチャーに合う人っていうよりも合わない人っていうのはいるような気がする。荒波に飲まれて成長したいって人もであれば危険ではないとは思います。就職についていろいろお話を聞かせてもらったんですけど、私自身もその今やってる会社を続けていきたいなとは思ってるんですけど、実際に就職してみた方がいいのかなって結構思って、就職してみた方がいいと思います。これ本当に自分の気持ち次第と、おそらくその何を得るために就職をするのかっていう部分もしっかり考えすぎると思っていて、なんかそれこそ今立ち上げられた会社をどういった規模に持っていきたいかとかにも関わってくるとは思うので、自分の経営スタイルと、まあ、その所属して何を吸収したいのかみたいなのもおそらくあると思うので、そこをどう思いますか？でも私はなんか就職じゃなくて就活をしてみたい、それこそなんかインターンとかでいろんな面白いなって、自分の会社はそこまでなんか大きくはしたくなくて、なんかその人数少ないけど嫌いだったので会社、なんか若い人で作る会社とかにしてみたいなって思います。就活って何っていうのがちょっといろいろあると思うんですけど、インターンシップに行くだとか、まあ、学生ってすごくてどの会社にも入り込める可能性があるっていうのが正直すごい特権だなと思いまして、なんかそういった特権を使っていろんな会社さんを訪問したりだとか、そこでまあインターンシップでお試しで働いてみたりだとか、なんなら多分アルバイトみたいな形で雇ってくれる会社さんも非常に多いとは思うので、こんぐらいの規模の会社だとこういう感じの働き方なんだみたいなのがどうしても分かってくると思う。そうなると会社を探す時にもどういった規模だとか売上こういうぐらいの会社だとかこんな感じなんだみたいなのがおそらく分かってくると思う。学生という身分を使って入り込めるところはもう最大限に入ることがいいと思います。就職したかったら、まあ、実際にしてみてもいいとは思いますし、まあ、するときに何で就職するのかみたいなのはしっかり自問自答して、なんか目的がなく行くと結構きついところはあると思うので、その目的を持って行きたいと思った会社があれば就職して、そうですね、僕の会社で展開しているサービスが、首都圏に住んでいる方が地方での建築業を進めようといったようなサービスを今展開しているんですけど、当初会社を起こしたのが2019年の9月で、まあ、サービスを出したのが2020年の2月ですね、なんですけど、当初コロナがなかった時代にそういった思いで会社を立ち上げて、なんかより首都圏にいる方とかが地方に関わりやすいことをしていこうっていう会社だったんですけど、まあ、コロナがすごい追い風になったこともあって、当初5年ぐらいでそういった世界観をしっかりと社会に植え付けることができればなと思って立ち上げた会社だったからこそ、就職をした理由も、まあ、自分の会社での収益ってそう簡単に立ちにくい領域でもあるので、なんかベーシックインカム的にこうヤフーからお金をいただきながら自分の会社を副業としてやっていこうかなと思ってやっていたっていうのが、起業しながら就職をした理由の一つではあったんですけど、まあ、緊急事態宣言が出たコロナ禍だと結構地方への皆さんへの関心とか、やっぱりこうライフスタイルが変わってくるみたいな部分が急激に来まして、嬉しいことに、まあ、ヤフーと自分の会社両立できていたんですけど、自分の会社がなかなか忙しくなってきちゃったっていうのもありまして、結構きつい時期もあって、それこそヤフーもしっかり働きながら自分の会社をずっとやりながらっていう、まあ、結構圧迫されつつあって、でその時に自分で立ち上げた会社なのでやっぱり自分が責任を持っていろいろやりたいなっていうのと、ヤフーも、まあ、就職させていただいているのと自分のポジションもあってやらせていただくことがある中で、両方にも責任はあるのはあるんですけど、自分としてはやっぱり自分立ち上げた会社で自分の思いを込めた会社だから、そっちでやっていきたいなっていう思いが強かったので、そのタイミングでもう
フルコミットしてこっちをやっていこうという覚悟を持たないといけないなっていうのもあって、会社は2020年の12月に退職をして今新潟に戻ってきて自分の会社に戻ってやっているといったような流れになってます。起業って結構タイミングが重要じゃないですか。同じことをやったとして1年ずれてたらハマるハマらないとか結構あると思った時に、なんか今だなってパッとひらめいて、いやこれは自分の会社でやっていこうっていう決断をした。アクセルの踏みどころで、確かにこの副業領域ってもう少しやっぱり時間かかると思われてたんですよね。地方ってなってくるとなおさら、今首都圏では副業っていうのはやっぱりここ2、3年くらい前から割とこう盛り上がってきてて、地方っていうのは全くやっぱり副業を受け入れるにしてもやるにしてもどっちもまだまだこれから時間かかるだろうなと思われてたのが、一気にそれがこう時間軸が縮まってしまったっていうことからすると、確かにこのタイミングで踏んどかないと、アクセル踏んどかないとちょっとまずいぞっていうタイミングではあったところですね。そうです、僕もともとエンジニアだったので、やっていたことといえばそれこそ大学時代からずっとサービスを作るみたいな経験はやっていました。なので完全に自分で作りたいものを勝手に作って誰からも愛されるサービス作るみたいなエンジニア結構多いんですけど、なんかそういったビジネスサイドの観点っていうのがなかなかまだ分かってなかったので、メーカーズユニバーシティっていうなんか起業家が集まるような組織にちょっと入らせていただいて、で同世代の起業家とかそういった起業はしてないにしてもこういう社会を作りたいみたいな、思いがある方たちの集まりに、僕も参加させていただくと、同世代でこんなに社会を変えようと頑張ってる人たちっているんだっていうのにすごい刺激を受けて、僕は社会に対してどういった未来を見たいのかみたいな部分を本当にいろいろ考えまして、そういった刺激を受けたことによって、もともと起業したいとかっていうのはあまりなかったんで、サービス作っていろいろとでかくできたらいいなぐらいしか思ってなかったんですけど、やっぱり使命を持って全うしたいなみたいな思いがだんだんふつふつと湧いてきて、これをもう会社作って自分たちでやっていこうみたいなところで起業しようという決断をしました。やってるような成績が少ないです。そうです、とりあえず経験したことないことを自分で考えたって答えは出ないので、なんかとりあえずやってみてなんかどっちがいいのかなというのを自分で考えた方がいいのかなっていう、そういう性格なんですかね。ちなみに今多分見てくれてる方たちも、はい、新潟の学生多いと思うんですけど、今新潟の学生たちが自分でやっぱり起業したい、起業将来考えてるってなってた時、なかなか周りに、ね、支援者がそんなにすぐいないっていう場合は、なんかどうしたらいいとかのアドバイスがありますか？多分起業したいとかって思ってる方って、学生だったら今すぐのか就職をして何年後かに独立したいとかって思ってる方もいらっしゃると思うんですけど、絶対に学生時代にしていた方がいいですと。なんでかっていうとリスクがないので、何うまくいってもうまくいってなくてもそこでの経験って全部プラスになるので、今すぐにでも起業した方がいいんじゃないかと思うんですけど、やっぱり起業って孤独だと結構きつかったりとか、自分一人でやる領域ってすごい広いので、一緒にやってくれる人をどう見つけるかとか、なんかいろいろあるんですよね起業って。目の前にやってみないとわからない壁が相当いっぱいあると思うので、とにかく、僕の性格上もそうですけど、やって打ち当たって解決してくるみたいなのをやっていくのがいいのかなと思います。で、新潟で起業となると今結構、面白いタイミングだとは思っていて、それこそ新潟県さんの起業家支援みたいなのが相当力入れてやっているので、いろいろとやってみるっていうのがいいのかなとは思います。私は中学3年生の時に起業して今も続けてて、それで得る学びがめちゃくちゃ多くて、私はやってよかったなと思ったんですけど、今その起業しようかなって思ってる人って起業をした方がいいのか、それともためらってるならしない方がいいのかっていうのがあると思うんですけど、どう思いますか？これ結構難しくて、確かに僕とかだと悩むぐらいならやっていろいろとやった方がいいんじゃないかっていうふうに
アドバイスしがちなんですけど、やっぱり基本も簡単ではなくて結構苦しいところもあって、なんかしたら幸せかって言ったらそうでもなかったりもするので、なんかそこに関してはその飛び込む行動力があるのであったら本当にやった方がいいかもしれないんですけど、悩むぐらいだったらやった方がいいっていうのもどっちなんだろうな、どっちが正解か分かんないというか、悩むくらいだったらした方がいいかもしれないけど、悩むくらいだったらしない方がいいかもしれないって答えになりますでもなんか私は学生のうちになんか、まあ、失敗してもいいじゃないですか、はい、でその学生のうちになんか決断力とか、はい、自分でリスクを負うかとかっていうのが、まあ、身についたって言ったらわかりますけど、いや身についてますねそういうのを他の人よりも経験するってすごい、うん、まあ、目的というかどういうことをしたくて起業するかなんて変わってくると思うんですけど、起業するとやるべきことが目の前にどん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 出てくるので、人としては絶対に成長はしますし、まあ、例えばアルバイトとかで得られる経験とかと全く比べ物にならないほど違う領域の学びっていうすごい多くなってくるので、社会ってこうやってできてるんだとか、まあ、会社の会計とか、まあ、法律も詳しくなるし、なんか一般に学術でやっているようなことと圧倒的にそれが、まあ、自分ごとのように考えれるようになるっていうのは、まあ、経験できるのがいいことかなと思います。同じこと思いますそれをね、学びたくて大学に行くので、一人違う企業説明会に参加しませんか？アタキャリライブ。起業ってどうしたらいいんですかっていう質問よりも、なんか起業ってした方がいいんですかみたいな質問が結構多かったりもして、うん、まあ、実際やっぱりそのあたり皆さんこう興味はあるんだけどよく踏み出せないっていう人多いんだろうなっていうのがすごく、ただ起業って別に会社を作ることが起業ではなくて、何かを起こすことが起業なわけだから、別に会社作るまでもないんだけど何か自分でやってみるとか、スモールビジネスでもいいからとにかく一歩踏み出してみるっていうことで、なんかこう見えてくる世界があります。別に会社作る必要もないし、個人事業主ってもないし、なんなら何かプログラミングを勉強して友達からちょっと仕事を分けてもらうとか、そのレベルからスタートしても全然いいと思いますね。なんか起業ってなると結構大きいことしてそうなんですけど、起業って本当に20万ぐらい払えばできちゃうものですし、起業したからといって実態がない会社になってしまうであれば、起業せずに自分でいろいろやっていって、これ起業した方がいいんじゃないかみたいな、その法人格っていうものを持った方がいろいろとやりやすくなるんじゃないかとかっていったタイミングでそれこそ起業すればいいだけの話であって、起業した方がいいですかって言ってるようなタイミングだったらもうしなくていいから、とりあえず何かしら自分でやりたいことをやったりとか、それこそ純粋に飲食店とかでアルバイトするんじゃなくて違うような形でお金を稼ぐとかっていう経験をしてみるっていう、それこそスモールビジネスでもいいので自分からアクションを起こすっていうのを経験してみると、なんか起業するときってそんなに決断するときに重い質問ではなくなってくるのかなと思います。今やってみるんですねそう思いますね。でやっていくときに、なんかこうアルバイトみたいなのもいいんだけれども、なんか自分の知識とか自分の経験をお金に変えるっていうことを意識して何かやっているっていうことが多分その起業の第一歩なんじゃないかなと思います。はい、そう思います。今日はお話ししていただいてありがとうございました。その就職のこととか起業のこととか、起業しながら就職とか普通の人は体験しないような話をたくさん聞かせていただいて面白かったです。よかったです、ありがとうございます。ありがとうございました。今日の動画はここまでです。新潟就活チャンネルは今後も就活に有益な情報をたくさん発信していきたいと思っているので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。